皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、帰宅がちょっと遅くなったんだけど、まあ、それなりに楽しく過ごしてよかったかなと思います。まあ、年末が近づいてくるとね、もう、今日、20日だっけ ?15 日か。1日でさ、もう、20日からね、怒涛のラッシュみたいなのが始まるから。20、21、22、23って言って。25まで。で、25が終わってからも、なんやらかんやらあるんだよね。もう今年もね、2週間ないからね。まあ、いろいろあるけど、今年もうまくこなせて、健康に過ごしたかな。特に大きな問題もなく。ちょっと早すぎるけどね。今年を振り返るには。また同じようなこと多分20何日かに言うとも、私もこんな感じだったなーって。でも、なんか多忙とかからはもう遠慮くなったからよくなったかな。前まで多忙とかと隣り合わせだったけど、でもね、人が増えたりとか、何やらあかんやら、変わったからね、環境が。まあ、それでもね、いろいろあるけど、頑張ってます。またね、時間があれば話したいなと思います。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。